原田研究室ですけども、ここはの今度はレーザーではなくて放射光を使った研究を行っております。で放射光をはですね、スプリングゲートに BN7 番という東大の専用のビームラインがありまして、非常に巨大なビームラインでして、ここの一番後ろのステーションに我々は内線発光分光という分光法を使う装置を建設いたしました。で現在これは超高分解能で世界一2位を争う分解能が出ておりまして、50ミリエレクトロンボルトというオーダーでモノドとマグのスピンのオービトンといったような素冷気を検出するような研究を行っております。でこの手法はですね、光を使って冷気して検出するという手法ですので、磁場とか電波も認可できるということで、あるいは絶縁体も測れるということで、物を選ばないというところが特徴ですから、固体だけでなくて溶液とかガス吸着、触媒反応というかヘテロ界面での現象なんかも捉えることができます。で我々が今実は力を入れているのはですね、そういうウェットな径が測れるということを生かしてですね、インシチューオペランド分光といったものを力を入れております。でこの手法を使いますと、水そのものを測ることができます。水をですね、内出線振動分光という新しい分光法を開発しまして、水の中に不均一性があるということを見出すというような、かなり根源的な研究、それからもう少し実用的なところでは、燃料電池触媒の新しい触媒開発のためにどの元素が活性に効いているのかということを元素分別で知るという、そういう装置を開発して実際にスペクトルをやるというような研究も行っております。でここは共同利用研でして、実際にはいろんな海外とか国内の研究者たちがより集まっておりまして、そこでの共同研究を通じていろんな研究テーマを展開しております。企業さんですとトヨタさんとかも最近一緒にやっております。で今学生さんはメリットと科学浸透の、お金をもらいながら学会でも多くの発表賞を受賞しております。以上です。どうもありがとうございました。